はい、どうもミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。今回は最近バズった超話題作なミステリ小説3選のブックレビューをお届けします。2022年から2023年にかけて SNS などでバズりまくった作品たちです。しかし私はネタバレが怖かったのでその類のレビューを見ることができませんでした。なぜって特にミステリではネタバレは厳禁ですよね。やはり新鮮な感動を味わいたいです。なのでネタバレは極力避けたいんですが SNS に全くノータッチであると話題作の題名すら知ることができません。でもネタバレが、そんな皆さんに朗報です。このチャンネルでは決してネタバレはしません。実際に刊行されている単行本に記載のある内容だけをご紹介していますし、ネタバレなしの私の読んでみた感想のみお届けしています。なので安心してこの動画を見ていってください。それでは早速始めていきましょう。スタート。まず最初にご紹介するのはこちら、箱舟結城春夫講談社です。作者の結城春夫さんは1993年生まれの作家さんで、2019年に第60回メフィスト賞を受賞したコース紹介の後継人を解題したコース紹介でデビューされました。2022年に刊行された箱舟は週刊文春ミステリーベスト10、2022年国内部門で第1位、 MRC 大賞2022のランキングで第1位、読書好き約2100人が選ぶ2022年の本ベスト約10冊で第1位、ブログ読みたい本ランキング2023年1月単行本部門で第1位と実に4冠を達成しておられます。その他の著書としてはサーカスから来た出立り、講談社文庫2023年8月時計泥棒と悪人たち講談社2023年4月があります。そして箱舟に続く10回は2023年8月に刊行されとても話題となっております。こちらの作品もいずれご紹介できればと思っております。あ、ちなみに実回が正しい読みかもしれませんが、中をじと発音することにどうもしっくりこない私はどうしても10回と発音してしまいます。綾辻幸人先生の名作十角館の殺人は現在においても表記は十角館なので、こちらも10回と発音させてください。すみません、余談でした。箱舟は2022年に刊行され X 旧 Twitter でバズりまくって話題となった作品です。私 X やインスタなどの SNS は特にミステリ小説に関してはほぼ見ないようにしているので、バズっているのをリアルタイムでは見ていないんですが、箱舟については刊行早々に何かのメディアで目にしました。単行本の帯にも4巻の文字が踊っておりますし、2023年本屋大賞で第7位となっています。物語は本格ミステリー王道のクローズドサークルで、しかもタイムリミットものです。大学時代の友人数名と途中で会った3人家族と共に侵入した不可思議な地下施設に閉じ込められるところから物語は始まります。単行本の帯にある紹介文にはこう記載されています。友人といとこと山奥の地下建築を訪れた周一は偶然出会った家族と地下建築箱舟で夜を過ごすことになった。翌日の明け方地震が発生し扉が岩で塞がれ水が流入し始めた。いずれ箱舟は水没する。そんな矢先に殺人が起こった。誰か一人を犠牲にすれば脱出できる。タイムリミットまではおよそ1週間。生贄にはその犯人がなるべきだ。犯人以外の全員がそう思った。
こんな記載もあります。極限状況での謎解きを楽しんだ読者に驚きの真相が襲いかかる。この衝撃は一生もの。アリス川アリス。私の読んでみた感想ですが、確かにものすごい衝撃を受けました。迫り来るタイムリミット、その中で起こる殺人事件、犯人も動機もわからない。時間だけが刻々と過ぎていく中、地下建築箱舟の中では脱出の方法が確認された。しかしその方法では少なくとも一人がこの地下建築箱舟に閉じ込められる必要があった。いや、こんな状況はまさしく本格ミステリーの王道です。ちゃんと探偵役と助手役みたいな役割分担もあるし、謎解きトリックを楽しむという部分ではミステリーの王道なんです。また最後の最後で大どんでん返しがまさしく王道なんですが、これまでに読んだ王道とはどこか違っているんです。それはうっすす感じていたとか、もしかしたらとか思ってたんだけど、そんな思いの斜め上を行くような結果が示された。その衝撃が違いを感じさせているんだと思い至りました。これまでたくさんのミステリーを読んできたはずの私だったのですが、こんな衝撃はこれまで受けたことがないというくらい凄まじかったです。単行本の帯にあったアリス川アリス先生のコメント、この衝撃は一生ものというのがまさにその通りって思わずにはいられませんでした。この作品読み終わってみて分かったのですが、最初から最後まで伏線だらけです。ですのでちょっとでも内容に触れるとすぐにネタバレになってしまいそうなので、この辺りにしておきます。こんなすごいミステリー、ミステリファンならずともぜひ読んでいただきたい一冊です。未読の方おられましたら、どうかネット上のコメントを見たりせず、ぜひまっさらな状態で読んでみてください。絶対驚かされますよ。私の超おすすめです。続きましてはこちら、爆弾五月広講談社です。作者の五月広さんは1981年生まれの青森県八戸市出身で、大阪芸術大学映像学科を卒業され、現在は大阪府大阪市在住だそうです。2015年に道徳の時間で第61回江戸川乱歩賞を受賞し、作家デビューされました。また白い衝動で大藪春彦賞、スワンで吉川英治文学新人賞及び日本推理作家協会賞をそれぞれ受賞されています。2021年俺たちの歌を歌えで第165回直木35賞の候補となりました。今回ご紹介する爆弾はこのミステリーがすごい2023年版で第1位、ミステリーが読みたい2022年版で第1位となり、第167回直木35賞の候補にもなりました。他にも2014年極星クラブで第60回江戸川乱歩賞の最終候補となり、2017年ロストで第19回大藪春彦賞の候補、2018年ライオンブルーで第31回山本周五郎賞の候補、2019年マトリョーシカブラッドで第40回吉川英治文学新人賞の候補、同年稲口より子の最低な落下とやけくそキャノンボールで第72回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門の候補、2021年俺たちの歌を歌えで第165回直木35賞の候補、同年昨夜この花賞文芸その他部門を受賞するなど高い評価を受けています。単行本の帯にはこんな紹介文が記載されています。微罪で逮捕された男が秋葉原のハイビルで起きた爆発を予言した。あと2度あるという爆発を止めようと詰め寄る刑事だが、男は巧みな話術でその正体すらつかませない。そんな中男が口にしたのは4年前に自殺した刑事の名前。警察が目を背けてきた。それが事件を読み解く鍵か。タイムリミットが次々迫る中で巻き起こる男と警察の頭脳戦、息をもつかせぬ
ノンストップミステリー。また有名書店員さんのコメントも載っていました。有林堂藤沢店、佐伯京子さん、今年一番のミステリー。純駆動書店、吉祥寺店、田村智代さん、驚くほど完成されたミステリーのピースの数々。紀ノ国屋書店、天王寺妙店、木曽田よし子さん、まんまと罠にはまってしまっていた。コメリ書房、鈴鹿店、森田陽子さん、面白すぎて一気読み。私の読んでみた感想ですが、これまで読んできたミステリーにはない、なんか独特の景色を持った作品でした。一般的で王道なミステリーでは、主にハウダニット、フーダニットを中心に話が進んでいきますが、この作品はそうではないんです。事件そのものには大きく触れていなくて、登場人物たちの心象風景やセリフ、感情の変化、霧みたいな心情的な部分に焦点を当てていて、それが連々と続いて物語を紡いでいくという、これまであまり見なかった独特な景色のミステリーです。王道の本格ミステリーでは割と淡白、割愛されがちな登場人物の心理描写や感情的な部分ですが、この作品では逆にそれがメインテーマになっています。登場人物の全てにおいて、その人の性格や心理が詳細に描かれていて、まさに心理戦。その景色はまるで文学作品のようです。でも王道的な謎解きミステリーでもあるっていう、これまであまり読んだことがない、かなり特徴的でかつ魅力にあふれた作品でした。主人公はかなりの地頭の良さ、知識の豊富な人物で、対峙する刑事たちもプロファイリングや心理戦を駆使するんですが、主人公もなかなかの作詞、なんか地頭の良さを感じさせるけどひねくれすぎているけど、その現地は本質をついているといったような、現実にもいそうで実はなかなかいない人物と、これまたいろいろな景色を持つ警察側の人たちの活躍、行動が入り乱れるように錯綜します。でもそんなカオス的な状況が最後一つの結論に収束する様を読んで、その完成度の高さに読者は感嘆し、まさに爆発しそうになります。まさにこの作品爆弾ですね。カオスな状況が描写されていますが、実は一歩一歩階段を上るようにして事態が移行していたような気がします。そのこと自体にも全く気づけなかったので、まさに私もまんまと罠にはまっていました。そして読後感のなんと不思議なこと、いやミスではないかといって爽快でもない、なんとも微妙な感情、でもそれが非常な面白さを形作っているような気がします。一気読み必至なこの作品、未読の方はぜひ読んでみてください。最後にご紹介するのはこちら、国老城米沢ほのぶ角川書店です。作者の米沢ほのぶさんは1978年岐阜県生まれで、金沢大学文学部を卒業されています。2001年に評価で第5回角川学園小説大賞ヤングミステリー&ホラー部門奨励賞を受賞しデビューされました。米沢ほのぶさんの作品は私の別の動画でもたびたびご紹介しています。学校の校舎が舞台となっているミステリー小説4選では前述の評価を、大長編上下巻なミステリー小説6選第2弾では2011年に日本推理作家協会賞を受賞した折れた竜骨を、短編ミステリー小説3選では2014年に山本周五郎賞を受賞した漫談をそれぞれご紹介しています。ご興味のある方、これら私の別の動画をぜひご覧ください。さて今回ご紹介する国老城ですが、2022年に第166回直木賞と第22回本格ミステリー大賞を受賞しております。そしてミステリーが読みたい週刊文春ミステリーベスト10、このミステリーがすごい本格ミステリーベスト10の国内部門で第1位となり、史上初となるミステリーランキング4冠を達成し、さらに週刊朝日の2021年歴史時代小説ベスト3でも第1位に選出されました。
ものすごい評価を受けている連作短編集である作品です。単行本の帯にある紹介文にはこう記載されています。お主ならばこの癖ごとを解ける。本能寺の変より4年前、天正6年の冬、織田信長に反旗を翻して有岡城に立てこもった荒木村重は城内で起きる難事件に翻弄される。動揺する人心を落ち着かせるため、村重は土牢の囚人にして織田方の軍師黒田官兵衛に謎を解くよう求めた。事件の裏には何が潜むのか、戦と推理の果てに村重は官兵衛は何を企む、またこんな紹介文もありました。信長を裏切った荒木村重と幽閉される黒田官兵衛、四面楚歌の有岡城で二人の推理が歴史を動かす。さらにこんな先生たちのコメントも載っていました。辻正樹先生、牢獄の知性と暴傷の退治が部門の育児を不分けする、これはミステリの新境地だ。本郷和人先生、骨太な合戦描写と散りばめられた疑惑、複雑に絡み合うなぜが物語末尾で爆発する。私の読んでみた感想ですが、これはこの作品はミステリという枠だけではくくれない、いやくくるべきではない恐るべき文学作品と思いました。確かにミステリという衣をまとってはいるんですが、その中身はいつの時代にもあったであろう、そして今でも存在する、世の人々の壮大な推察からさじに至るまでの事象が引き起こす因果、そしてそれが織りなす人間模様が雄弁に綴られています。それは過去のことであれば歴史となり、現在であれば国家から人一人同士に至るまでの生き様とでも言えましょうか。全ての章においてちゃんと起承転結していながら、かつ各章がつながって、それが最後の最後どんでん返しのように物事が裏返る様は美しすぎて感動の息を言うに超えました。そしてラストにおいては善悪伴う因果応報の人々の刹那の景色とその余韻が尾を引きます。一方でミステリとして見ると、緻密に仕掛けられた謎と知力に基づく推理、そして読者には見抜きえなかった真相へとつながり、そしてそれは連々とつながっていき、最後には見事にひっくり返るという、もう最高のどんでん返しを目の当たりにします。そしてさらにそれをも凌駕するラストの下り、ミステリとしての完成度も非常に高いと思います。第22回本格ミステリ大賞のみならず、史上初めて4大ミステリランキング全てで第1位を獲得し、また第166回直木賞も受賞しているだけあります。この物語はまるでなかなか味わうことのできない予約の取れないレストランでの食事のようです。いやはやすごい作品です。こんなすごい作品、未読の方がおられましたらぜひとも読んでみてください。以上、今回は最近バズった超話題作なミステリ小説3選のブックレビューでした。いや、どの作品も話題になっただけあってものすごい読み応えと豊かな物語性があって雄弁でした。どれも緻密に練られた物語のデザインに簡単と称賛を送りたくなる作品ばかりです。未読の方、ぜひ読んでみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどんいろんなミステリ小説をご紹介していきますので、高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。